委員会を再開いたしますそれでは選挙管理委員会事務局関係の参議院通常選挙における比例代表分投票決了報告の訂正についての報告聴取を行います理事者報告願います坂井次長着席して報告してくださいありがとうございます それでは平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙における東山区での比例代表分投票決料報告に誤りがあり報告済みの投票決料を訂正した事案につきまして関係者の皆様に多大のご迷惑をおかけいたしました本市の選挙事務のみならず市政への信頼を失墜させることとなりましたことを改めまして心から深くお詫び申し上げます それでは今回の事案につきましてその原因問題点及び再発防止策を取りまとめましたのでご報告いたします一事案の概要についてでございます東山区において投票決了した後比例代表分の開票作業中開票数が投票者数より1票多いことが判明いたしましたまた非未使用の投票用紙を投票所ごとに確認しましたところ 第10投票区投票所において、ついて、えー、投票者数が1名少なく報告されていることが判明したため、すでに市選挙管理委員会事務局に報告していた投票決料を訂正したことにより、開票の決料時刻が大幅に遅延し、京都市全体の決料時刻にも影響を与えることとなりました。比例代表の投票者数の訂正内容でございますが、 訂正前は1万5198人、訂正後は1万5199人となっております。また、投票決了時刻は午前3時22分、開票決了時刻は午前4時12分でございました。2、投票決了の事務手順についてでございます。両学校1、午前午後8時の投票所閉鎖後、投票所従事職員は 1, 1投票受付システムの受付人数名簿対象者数でございますが2投票用紙の交付機のカウンター投票用紙の交付枚数でございます3棄権者数の数を点検し投票受付システムの受付人数と投票用紙交付機カウンターが同数であることを確認した上でその数字から 原者の数数のをを引くことで投票者数を算出します両学校に求めた投票者数と展示投票者数を苦戦官に電話で報告します。両学校さん苦戦官は各投票所から報告を受けた投票者数を返却された投票結果報告書と照合点検の上 速報システムに入力、送信することで、市選管へ投票決了を行います。以上が投票決了の事務手順でございます。2ページをご覧ください。3、事案の経過についてでございます。両学校1、午後8時の投票時間終了後、第10投票区投票所において、投票所閉鎖後、丸1 投票受付システムの受付人数と、〇に投票用紙交付機のカウンターが同数であることを確認した上で、その数字から〇3、えー、危険者の数を引いて投票者数を算出し、電話で区選管へ投票結果報告を行いました。両学校にこれと並行し、投票管理者および投票立ち会い人による投票箱の装置を行い、 投票所の撤収を進める中、残った投票用紙の枚数を確認したところ、投票結果報告完了後に、比例代表分の投票用紙の残数が合わないことが判明したため、開票所に向かうギリギリまで投票所内を捜索するも発見に至りませんでした。そのため、投票用紙等使用数およびお損残余報告書に残数を記載し,、ま、しないままとなっておりました。 両学校3、その後、開票作業のため、第10投票区投票所の従事職員が開票所へ到着し、区選官へ投票関係書類及び物品を返却しました。この際、開票作業開始直前であったため、投票用紙の残数に関して苦戦へ、区選官職員への報告を漏らしてしまいました。両学校4、一方、区選官では全ての投票所から、 投票結果の報告があったため各投票所の投票者数を集計し速報システムに入力視選間へ送信することで投票決了報告を完了いたしました両学校後午後9時20分から開票事務を開始し比例代表について全ての票の分類が終わった午前0時頃開票決了に向けての仮集計を行ったところ 投票決漁報告の投票者数より開票の集計結果が1票多いことが判明いたしましたそこで開票所において改めて2回にわたり開票された票の点検を行い開票数に間違いのないことを確認いたしました両学校6この原因を探るべく各投票所から返却された未使用の投票用紙の数を点検しましたところ午前2時30分ごろ 第10投票区において1票のずれ未使用の投票用紙が1枚少ないことが生じていることが判明いたしました。両学校7、第10投票区投票所の従事職員は開票に従事していましたが、1票のずれが生じていることが判明した時点ですでに従事を解除しており、この時点で確認を取ることは困難でございました。用紙交付機を使用していることから 投票用紙の二重交付については、まずあり得ないため、第10投票区における一票のズレについては、危険者数の策後と判断をし、午前3時22分、投票決了報告を訂正いたしました。以上が事案の経過でございます。四、事案の原因及び問題点についてでございます。一つ目は、危険者数の把握の策後でございます。あ,あ、投票用紙に用紙、投票用紙を補充する際には、 機械が適切に稼働すするることを確認するため3ページでございますが、えー、自動的に1枚の投票用紙が排出されることとなっておりそれを機械に戻して作業することとなっておりますまた選挙人が棄権すると申し出た場合まず交付機で1枚投票用紙を発行しこの投票用紙は選挙人に渡すことなく危険者の投票用紙として封筒に入れて別に管理し最終的には 未使用の投票用紙として取り扱います、e、第投投票区投票区所では、十字職員は午前と午後に、き例代表文に危険者があったとの報告を受けましたが、その報告のいずれかについては、用紙交付機の投票用紙補充時に自動的に排出される1枚の投票用紙を交付機に戻し忘れ、危険者の投票用紙と錯誤して、危険者用の封筒に入れた可能性が高いと考えられます。U 昨後により、危険者が実際よりも1名多く集計された結果、投票所に来た投票選挙人の数から危険者数を差し引いて求める投票者数が実際よりも1名少なく集計されたため、開票所において投票者数よりも開票,の開票数の方が1名多いことになりましたえ。これまでから苦戦間では選挙の都度、 投票所で従事する職員を対象に事前研修を行ってきましたが今回、用紙交付機に用紙交付投票用紙を補充する際の取り扱いについて投票所従事職員に徹底できていませんでした。なお、用紙交付機から1回の交付動作で2枚同時に出る可能性についてメーカーに確認したところ、用紙交付機の性能から発生し得ないこと、また、 用紙交付係も1枚であることを確認して交付していたことから二重交付の可能性はまずありえないと考えられます二つ目は投票用紙の残数に関する苦戦官への報告漏れでございますあ未使用の投票用紙が1枚少ないことについて第10投票区投票所の従事職員間での伝達に行き違いがあり結果としてこの情報が苦戦官へ届かず苦戦官が正確な投票 投票決数を把握でできませんでしい、e、苦戦官が選挙の都度投票所従事職員を対象に実施している事前研修において区選官に報告した内容に疑義が生じた場合の報告について投票所従事職員に徹底できていませんでした3つ目は苦戦官におけるチェックの不備でございますあ投票所から区選官への投票関係書類及び,及び物品の返却時には 投票用紙等使用数及びおよび汚損残余数報告書について受領する職員は関係処理が全て返却されているかをチェックするにとどまっていました。い、e、苦戦官においては投票所から返却される書類等を受領する際投票用紙等使用数及びおよび汚損残余数報告書のすべての項目について記入されているかチェックし不備がある場合は補記させるところ。 ことまでで求めていませんでしたまた投票所からの報告数値投票者数でございますがの速報システムへの入力に際して速報責任者あ苦戦下の事情でございますが投票用紙未使用枚数との突合が進んでいるかについて確認できていませんでしたえこの段階でチェックができていれば早い段階で投票用紙の枚数の不整合に気づき 誤った投票欠良報告をすることを未然に防ぐことができていたと考えられます5再発防止策についてでございます両学校1投票所従事職員に対して危険者数の把握及び投票用紙未使用枚数確認の重要性について改めて認識させ事務マニュアルの遵守を徹底いたしますまた用紙交付機の用紙 投票用紙補充時の取扱いいについて事務,マニュアルの事務マニュアルの記,記載を充実させ注意喚起いたします。両学校に午後8時の投票時間終了後各投票所から電話で苦戦官へ投票結果報告を行う際には苦戦官はこれまでの投票者数等の報告に加え投票用紙未使用枚数とそごがないことのチェックが 完了ししていいるるここととをを確認すす徹底いたします両学校3、投票所から返却される関係書類を受領する際に事務マニュアルに沿った点検確認を再徹底するとともに各投票所の投票用紙枚数及び残余枚数をシステム等でデータ管理しそこがないかチェックをかける等の手法を検討し実施いたします。両学校4投票者数と 投票用紙交付枚数に差が生じた場合など苦戦官に報告した内容に疑義が生じた場合には投票決了報告後であっても速やかに苦戦官次長または調査係長へ報告することを徹底いたします報告は以上でございますよろしくお願いいたしますそれではただいまの報告について何か質問はありませんかはい 寺田副委員長まああのいつもこういうことが起きたときにです、ね、なぜこういうことが起きたかということをまあチェックされるわけですけども、あのまあえー、こう今の話聞いてもそうですけど、どこかの段階で、ねまあ、気づいていれば、まあ、なんとかチェックは防げた、あるいはその、えーまあ、こういった原因が防げたり、あるいは早期発見できたみたいなことが、まあ、ずっと今、お聞かせいただきました。 でやはり我々自身がいつも言ってるのは、まあ、これはもちろんあの選挙管理委員会だけではないんですけれども、まあ、こういうことが起きたときに改めてです、ね、確認をしていただいたときに、いくつも実は気が付く場所があったのに、それを通り過ぎていたという話を聞きます、でこれはまあやはりその重大な事故につながるということになりますので、まあ、こういったことを起こさないようにという形の緊張感を持っていただくという形になろうかと思います。 ただ、まあ、あの対策としましては、一応、まあ、あの再度です、ねあの、しっかり徹底していただくことと、まあ、確認作業をやっていくという形なんですけどね、あのまあ、あこのお私自身はこの、えーと、当該従事職員さんというのは、初めての方なのか、えー、どうかというのは書いてあったのかなあの、あれなんですけど、この従事職員さんからなんかお,お聞きになった話というのは、 どういうことだったんでしょうか坂井次長はいあのー この投票所には3名の職員が従事をしておりますけれども2名が経験者1名が初めての従事でございます、えーまあ、この各職員の方からヒアリングをいたしました。えーまあ、その危険者の取り扱いについて明らかにそのそごがあったと把握にそこがあったというふうには確認はできておりませんけれども、えー 現場の状況から判断をいたしまして、可能性としてこの危険者数の把握の底があったというふうに判断をいたしたところでございます寺田副院長。十一側近さんは、どのようにその辺については、お話しされているのか、記憶されているのかというのは分かりますか。酒井次長 はい、あの2名の従事職員が、容子、まあ、交付をされておりました民間の方から、危険者ですという報告をそれぞれ受け,て受けたというふうに聞いております寺田副院長、まあその民間の方っていうのは、よくお話を聞けたのか、その辺はどうなんですか。酒井次長 はい、あの当日は、民間、地元の方、あるいは人材派遣から来ていただいている方、アルバイトの方と、と、まあ、いろいろな重視の方がいらっしゃいます、えー、まあ、あらゆる場面についてヒ、ヒアリングで確認ができたわけではございませんけれども、えー、聞ける範囲か確認をいたしましたところでございます。寺田副委員長 なんかちょっと歯切れ悪いですね。まあ、その辺ね、あのまあ、別にその人材派遣とか、そんなのが私は悪いとは言いませんけども、その辺のね、まあ、責任の所在なり、調査がね、やっぱりあのしっかりとできたのかどうかっていうのはね、 私は再発防止にとって大事なところだと思いますし、まあ、委託されるということは当然、えー、受託側にです、ね、一定のやはり責任なり、そういったものも生じると思います、そのへんをです、ね、やはり今回の報告では明確になっていないという部分についてはね、われ,われとしましては、やはりこうすっきりとしないものは残ってしまいます、ですから、まあ、あのこういったことがね、あのもう当然、人間がやることですから、 様々さまざまなミスが起きると思いますけれども、そのミスをどのようにまあ防止するのか、あるいはそのミスが起きたときに、どのように発見するのかというのがね、我々にいつも課せられた課題だと思いますし、まあ、その辺につきましてはね、まあ、今回、報告いただいておりますけれども、まあ、再発防止は当然のこととはいえね、やはり今の在あのあり方も含めてね、やはりもう一度、選挙管理委員会でもいろいろとご議論いただきたいと思います、以上です。はい、吉川事務局長 はい今回の参議院通常選挙におきまして、東山区でこういった事務処理ミスを起こしまして、非常に申し訳ございませんでした、今後、こういうことは二度とないように、各段階でのチェック、そして各職員が法令れを徹底して、組織としてしっかりチェックすると、そして市選官、空選官と、綿密な連携を行いながら、しっかり市民の皆様の信頼に応えるべく、今後とも努力してまいります。どうも申しし訳ごござざいいまませせんんでた他にか なければ以上で報告聴取を終わりますが、この際選挙管理委員会事務局に対して何か質問はございませんか。はい、西村義直委員。はい。果実の委員会で市営住宅におけるそのポスターの。 掲示についてお尋ねしましてそしてまた資料を要求したところ先日その報告がありましてちょっと確認させていただきたいと思います、まあ、市長選挙とか各種選挙あるけれどもそういったものは市営住宅公営住宅については掲示することができないけどけど衆議院の選挙 のところの候補者届出政党であるとか名簿届出政党であるっていうところが貼れるポスターということを、えー、が書かれていたと思いますけど、これで間違いないですか。酒井次長。はい、公職選挙法で認められております内容につきましてはお手元にお配布させていただきました資料の通りでございます。西村義直委員。まあ あの他の家であるとかいうところは駐車場であるとか持ち主さんの許可を得て貼れるっていうことですけれどもただ市営住宅については私はこれまで、えー、もう貼れないと貼ることができないというふうに思っておりましたらそうした種類のものについては 貼れるということでございましたけれどもその腫る中身についてはただ確認してまた許可をもらわなければならないというところで、えー、教養の部分であるとかいうことが書かれてたと思いますけどけどその晴れるところについてね、えー、窓ガラスであるとか そういったところは貼れるけどベランダは貼れないということをお聞きしまして今回の参議院選挙でもお問い合わせさせてもらいましたら市内の市営住宅のところでは約200か所ぐらいのこうしたポスターが貼られていたということをお聞きしております。一方でね 窓には貼れるけどベランダには貼れへんというのはこれはどういう見解なんですか、ね、酒井次長、はい、あのおっしゃってます、窓とかあるいはベランダというのはあの、まあ、公選法上は共用部分という部分については管理者の確認がいりますよという,ふう。 個制法だけではなくて判例実務とかの事例実例とかの判断の中でそういう過去の事例がございますけれどもどの部分がその専用部分になるかあるいは供用部分になるかということにつきましてはこれは各管理者の方で判断される部分かとあるいは公営住宅法とかそちらの方で判断をされる部分かなというふうに考えておりまして自然間といたしましては共用部分と一般に言われるもの このにつきましては、管理者の承諾が必要だというふうな実例があるというご、えー、中身になってございます。西,西村吉直委員。いや、私はね、貼れるんであれば、しっかりと許可を得て貼っていきたいと思いますし、あのそれが政治活動でございますから、やれるとこはしっかりやっていったらいいと思うけど、そんな市営住宅でね、窓と、 窓ガラスが晴れて要はベランダが晴れへんていうようなことはパッと見てえまあ実際にそこにお住まいされている方あるいはまあ,えまあ政治活動でそのポスターを貼らしてほしいって言われる方にとってはねさほどそのベランダと窓ガラスと私はあまりその区分がないように思うんですけどもけど えー、ベランダはあかん窓ガラスは貼れるでもここをしっかりやっといてもらわへんかったら、まあ、これからいろんな選挙ございますその時に、えー、晴れるっていうことが分かればどんどん晴れに来はる人もあるしまたその政党もあるんでしょうし、えー、晴れへんものは晴れへん晴れるものは晴れるっていうことをしっかり区分はこれまであったのかも分からんけどそこを明確に言ってほしいと思います。 でないとこれ問い合わせが戦艦にたくたくさん入ってくると思いますよこれからその時にいやここは晴れるここは晴れへんなんて言ってやってたらもう大変やと私は思いますしもうそのシェ住宅なんかではもう晴れへんにやっていうことを明確にやってもらわないとダメやと思いますしそのあたりはどうなんですか。堺次長。 はい、あの先生おっしゃってますその窓とかあバリアンダとかという管理範囲につきましては視線館の方ではなかなかちょっと判断しづらいところがございまして、えー、あくまで共用、えー、部分についてはあの先同じことの繰り返しになりますけれども、えー、はあの管理者の承認さえいただければ貼ってもらって構わないよというのが法令の趣旨でございますので、えー、その管理の範囲が どこまでが共用部分で、それ以降が専用部分とかですね、その辺の具体の判断につきましては、これは先ほど申し上げました、戦艦の範疇と言いう、今、そうよりも、公営住宅を管理されている方の範疇に入るのかなというふうに思っております西村吉直委員。それであれば、今回、問い合わせしたときの200枚っていうポスターは、どこにその許可を得られて貼られたんでしょうか。 申し訳ございません、そのお許可がどう,どうなったかというところまでは、えーせ、選管の方では少し判断をいたしかねるというんですか、確認いたしかねているところでございます西村義直委員。そうでしょう、結局、わからへんままに終わってしまうということなんですよ。ね、私は晴れへんと思ってたけども、いや、実はそれは晴れるんやと。 ね、けど窓ガララスににはは晴晴れれてベランダにはれへんって、まあ、ここもちょっとおかしいっていうか分かりにくいことですからやっぱりこういう選挙とか政治っていうのはものすごく分かりやすくしていこうっていうことで、えー、いろんなもん取り組んでいただいていると思いますし、えー、まあねその200カ所と言われるようなとこももうねどこか分からへんけどその少子のついたポスターは晴れるんやとけど、えー、許可がいるんやとけどその許可を出している先っていうのは わからないから、そのままということであれば、もう張り得やと思いますしね。あかんもんはあかんのですから、そのところしっかりと発信をしてほしいと思います。わからんじゃなしに、その都市計画局の住宅のところとか、あるいは国との方と、しっかりと常日頃いろんなその投票率の向上も含めて議論をしているもらっていると思いますので、そこのところもしっかりと明確に、え。ー いろんなものを出してほしいと思いますけど、いかがですか。酒井次長、はいあのー 同じことの繰り返しになって恐縮でございますけれども、この管理を許可を得て貼れるものなのか、あるいは許可なしに貼れる範疇に入るかどうかというのを判断は、ちょっと戦艦では非常に難しいかなというふうには考えておりますけれども、えー、先生おっしゃってます、住宅の管理をしております担当局ともちょっと相談をさせていただきました、まあ今後の対応については、あの両者でまあ協議をさせていただきたいといいう,うに思います他にございませんか。 なければ以上で選挙管理委員会事務局を終わります理事者ご苦労様でした次の産業観光局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは産業観光局の理事者が参りますまでしばらくお待ち願います それでは産業・観光局に対し、まず民泊についての質問を行います。では、寺田副委員長どうぞ、えー、民泊通報相談窓口を、えーまあ、あの提案させていただいた後ですね速やかに設置していただきました、そしてあの、まあ、あ7月13日からスタートしてです、ね、まず7月末まで。 の通報件数について取りまとめをされたという形でご報告をいただいたところです、でまあ、あの同時に、ですねちょうど同じような時期に、画日新聞の方で民泊どうするということで、勝、えー、谷政策官もここには、あの ちょっとお話しされた記事載ってるんですけど、まあ、3名の方の記事が載ってるということで、まあ、これらにちょっと関連して質問したいと思います。でまず、件数としましては260件という形で、まああの何て言いますか、相談窓口がです、ね、あのどの程度浸透しているのか分からないんですけれども、やはり一定あの反応は,やはりしっかりあったなというふうに思うんですけれども、あのまず電話がやはり154件という形で、かなり多いんですけれども、 これにつきましては、例えばその話中でつながらないとか、そういったなんか意見等はなかったですか、ね、三重のマイス戦略推進担当部長、はいえー、260件のうち、154件が民泊通報窓口について電話で来ておりますけれども、あの特に話中であるというような、えー、お話は今のところ聞いておりません。 寺田副委員長そういった苦情がないということは良、まあ、かったと思うんですけれどもあの、やはりこの相談内容および回答で、まあ、その場でオペレーターが回答したものというのがあるんですけれども、まあ、一定です、ねあの、市のホームページにも、まあその、なんて言いますか、想定問答集みたいな形であってね、でまあ、オペレーターが回答されるという形になってるんですけれども、まあ、よくある質問とかそういうのはね、まああの 公開されたらいいのかなとですからその市のホームページ上にですね、まあ、あのよくある質問という形で、まあ、一定期間たったわけですからね一定期間たったわけですから、まあ、この期間の中でこういった質問についてはこういう答えこういった質問についてはこういう答えという形で、まあ、そこを見ていただいて解決していただければですね、まあ、それそれで良いと思いますし、まあ、そこを見てもですねさらにまあもう少し聞きたいとかあるいはそ,、まあ、そこには載ってないので質問したいというような形にすればですね、まあ、あよりこのよりあのこの。 相談窓口もあの、まあ、いわゆるあの待ち時間といいますかそういった手間も省けますしまた対応されるです、ね、市の職員さんの、まあ、そういったことの時間もです、ね、有効に使えるのかなというふうに思います、まあ、これはちょっとの一つ提言といいう形でよろししくお願いします。 それからの意見等の中にです、ね、まあ、こういった窓口は全国に設置すべき、まあ、これは京都市にできることではありませんので、まあ、あの京都市の方からです、ねまあ、こういうことは発信をしていけばよいのかなと思います、それからの保健センター職員の体制を見直すべき、まあ、明らかに人員不足であるというふうな形があるんですけども、これらについては何かあの聞いておられますかね。三重の部長はい、えー 保健センター職員の数については足りないというご意見があの実際、私も直接聞いてもいるんですけれども、保健福祉局の方であの検討をされるはずだと思います寺田副委員長。まああのこういったね新しいさまざまなときには、ですねやはり市の職員さんの体制もまあもちろんそうなんですけど、やはりその民間の。 おまあ、有資格者っていうのかな、そういった方たちを、まああのー、うまくですねタイアップするとか、そういったこともご検討いただければと思いますし、まあ、これはあの保健福祉局に、まああの何て言いますか、具体的な話としましてはね、私も提言してるんですけれども、行政書士とかですね、そういった専門家、 がですね、やはりこういったことについて通じていただいて、そして場合によってはです、ね、そういった方々に一度見ていただいてから、まあ、役所へ来るとかですね、そういったこともしていけばです、ね、またこの今、かなり件数が増えてきていることに対する対応もできるのかなということも思います。それからの まあ旅館業の許可番号をまあ外から見えるようにしてほしいとか、まあ、これもまあ保健福祉局の部分になるのかもしれませんけども、あるいはその、まあ、脱税行為に他ならないなんてことも出てます、まあ、この辺んはまあ税務署との連携になろうかと思います、あと、ああ警察とタイアップもしてほしいという形なんですけど、この辺については。あの 参観局としては、京都市の内部、あるいはその京都市外のことについての連携とかは、あなんか一定されてるんですかね三重の部長 民泊につきましては、京都市の内部としまして、保健福祉局ですとか、都市計画局、消防局などと連携して情報を共有しながら行っております、また税の関係で行財政局とも連携しながら行っているところです、町外につきましては、京都府警さんとも連携しながら進めているところであります。寺田副委員長 まあその辺ね、またあの具体的にこういう連携があって、そしてまたこういうふうに解決ができたということも含めてね、またあのお知らせいただければというふうに思いますやはりその市民の皆さん方は、あの通報相談窓口ができた、そしてそれによってやはり一って解決、こういうケースはこういうふうに解決しましたということをね、あのお示しいただくことがね、やはり京都市がきちっとそういったことを指導していただいていると。 いううこととを分かってもらえると思うんです、まあ、要は、その通報したもののです、ね、あとどうなったか分からないという形ではなくて、具体的に、あこのようにしてもらえたんだな、もちろん自分が相談したこと以外もです、ね、あなるほどなと、他の人が相談されたこともです、ね、このように行政がいろいろと手を尽くして対応していただいたんだなということは分かると思いますし、その辺はね、あのぜひいくつかの事例をまたそこについても公開していただけたらなというふうに思います。 それとあととあ,あちょっと新聞の記事に触れるんですが、この,あのロンリープラネット・ジャパンの記者の方はですねえクリス・ロースソンさんという方なのかな、お話しされているその民泊が2つに分けられますという形で、1つは,やはり旅行者に真摯に対応するケース、もう1つはナオザリーナ対応のケースという形で、前者を後押して後者は厳しめに対応するルールを設けるべきですというまあことをおっしゃっている。 その通りだといいう,うに思いますそれからもう一つは、あらかじめ民泊開始時に、ですね町内会への通告を義務付けるといったルールがあっても良いと思いますということもおっしゃってます、これはですねやはり近隣トラブルを防止するためには、非常には有効な私は方法だと思いますし、えー、まあ通告のみならず、ですねやはり町内会と話し合いを持つということまで、えー、ここはまあ考えていただくべきかなというふうに思います、この辺に、ついてはいかがお考えでしょうか。 三重の部長、はい、えー、民泊、民、まあ、宿泊を進めるにあたりましては、あの近隣との調和というのは非常に重要なことだと我々も認識をしております。えー、現在あの旅館業法を取って始める際には、えー そういういものは正直、事業者の努力に任せているところがありますので、まあ、京都市の方でも一定のルールのようなものを示していけないかということで、今、中で検討しているところではありますので、またちょっと決まりましたら、何らかの段階で、ご報告したいと思います寺田副委員長。まあこの辺ね、あのまさに、加瀬政策官も同様のことをおっしゃってましてね。 え逆にきちんと営業許可を取り組合に加入して勉強を重ね町内会の理解も得ればですねえ何かあれば周りが助けてくれる関係になるという形でまあ京都市もですねその京町を生かした民泊ならフロントなしで営業許可を出すようまあ独自の規制緩和をしてますという形でねやはりその京都市としても一定ですねこういったあのまあいわゆる民泊すべてダメではなくてね 地域の住民の方を十分考えていただけるような形であればね、あの大いにいい旅行業者にとっても魅力的な宿泊施設になるというふうなことだと思いますし、その方向でお願いをしたいと思います。そしてまたあの、ここにも書かれてます政策官の言葉で、市は市民から無許可民泊の通報を受け付ける窓口も設置しました。 悪質な場合は刑事告発も含めた厳正な対応も考えますという形で、えーまあ、今のところ、この報告では刑事告発は、ま、ではないようですけれども、まあ、場合によってはです、ね、そういう形も含めてしっかりやっていくということでございます。まあ、そういった意味では市民の期待を、まあ、あの裏切らない形で,です、ねえー、お願いをしたいと思います。それからもう一つはその、えー、a i r B&B n ですか。 えー、ここがですね、その日本法人代表取締役の田辺康之さんという方が、あまあ、取材に答えられてるんですけども、えー、ここにはですね、えー、ちょっと気になりますのが、民泊に使われてるマンションの一室で火事や事件が起き、マンション全体の資産価値が落ちた場合ですかという形で、その質問に対して、我々は今すべての答えは持っていないと。 という形でですね、えーまあああ、いわゆるそういったことについての問題意識とはお持ちじゃないようですし、また、えー、京都市が運営拠点になるアイルランドに問い合わせをしていることについて、えー、細かいことは分かりませんと、私たちは、えー、市場調査が役目だということで、まあ、回答はアイルランドになるなと思いますという形で、非常にです、ね、日本法人代表として、まあ、そういう役目といえばもうそれまでなのかもしれませんけど、まあ、ああ同じ日本人としてですね、非常にまあ、 あの残念な回答をされているわけですけれども、この辺については、全くまだあの答えがないということなんでしょうか。三重の部長 エアビービーとは我々もあもいろいろやり取りをしておりまして、まあ、新聞に書いてある通おり、まあ、日本法人の方と話しますと、まあ、日本法人の方はやっぱりそのマーケティングが自分たちの仕事でありまして、それ以上のことについては、アイルランドの本社に聞かないとわからないということをおっしゃっていますので、まあ、そういう対応でしかいただけていないというのが、我々も同じでございます。寺田副委員長 その日本法人としてね、まあ、こういったことが問題意識である中でね、京都市の回答にできるだけ早く答えるようにという形で、その本社の方に言ってもらうとか、そういったことっていうのはその、まあ、実際されてるのかどうかは別として、皆さん方の中にそういったお話が入ってきてるのかどうかはいかがですか。三重の部長 はい、え我々としても具体的に A B&B に対してですねいろいろお願い事はしておりまして、まあ、取締りに向けてこんな情報が欲しいとかですね、まあ、あのやり取りはしているんですけれどもなかなかあの外資系の会社ということもあるのかいろいろ情報あの管理という問題からも難しいというような答えが多くてですね、まあ、なかなかすぐに進まずに今もちょっと交渉を進めているところになっています寺田副院長。やははりね私自身はその 地域の方がね、本当にね、苦しんでられる、そして、えー、違法なもの、あるいはあ許可を取ってもですね、地域の方に対して丁寧な説明がない業者もある、その中でね、やはりこういったあ、まあ、紹介というか、そういう形でね、されるんであればね、やはり私はそうした地域の方のね、声に耳を傾けないというのはね、企業の姿勢としてはどうかなと思いますし、まあ、その辺についてはね やはり行政の方からもより強く働きかけをしていただきたいと思いますしあのこのどうも姿勢を見ててもですねあのまあいわゆる街の,、ね、の方たちの方に目が向いてるとは思えないんですよですからやはりその部屋を貸す方もねよくわからないで貸されてる方も多いと思うんですよですからこの部屋空いてるんでどうでしょうって言われたときにね やははりそれは例えば地域の方とお話されてますかとかあるいは許可取ってますかということをねやはりきちっと確認した上でねその上でまでサイトに載せるとかいうことはいくらでもできると思うんですけどもまあ今、現状を聞きますとねなかなかそこまで地域のことまではやはり配慮されてないということですしまあ聞くところによりますとね おの、えー、ずと淘汰されていくみたいな話をされる方もいはるんですよ、要するにそういう、まあ、地域とトラブルを起こしているような物件を紹介しているサイトはね、自然と、まあ、いわゆるーユーザーがね、そういうところはもう使わなくなってあの、違うところを使うという方もおられるんですけどね、私は非常にね、その辺は地域の方の今のお困りの声をね、分かっていない、そういう発言だと思います。そんなねね自然淘汰されるまで、ね 地域は待てませんよで第一ね、それはあの表面化すれば分かりますけどもね、あの我慢強くですね、いわゆるうー、まあ、辛抱というのかなその、法律に触れてないとかです、ね、言われてしまいますと、それ以上言えない市民の方もたくさんあるんですよね。そういった方たちがねあの、観光の方たちに対しておもてなしの心とか言われてもね、素直になかなかそういうのになれませんよね。ですから、それはお互いに不幸な関係になると思うんですよ。ですから私自身はね やはりこの旅行者の方に新しい宿泊の形として、ね、提供するということは非常に前向きに考えているんですけどそれはあくまでも地域の方とうまく連携していくということが前提ですしそしてまた地域の方とうまく連携していくっている事例は、ね、かなりあるんですよ、まあ、そういう中では、ね、そういったことにやはりシフトしていくまた、えー、いろいろと許可が、ね、ハードルが高くて。 そしてもう面倒くさいし許可トランとやってるんやというケースも非常に多いというふうに聞きますしねそういったことについてはもう徹底的に取り締まるという形で、まあ、メリハリのあるですね、まあ、そういったことをまあやっていただくという形で、まあ、ここはもう窓口ですから参観客さんはね実際にやるのはまたあの他の局と連携してという形になるんですけども、まあ、そういった今私が言いましたようにその市民の気持ちっていうかそういったものをね 参観局としてはうまく受け止めていただいて、そして市民の皆さんにそうしたことがね、あなるほど、京都市がそこまでやってくれてるんだ、そしたら、我々もまももう少しこうしたらいいんじゃないかなっていう形でね、ともに京都市が市民と一緒になって、ですねこの問題を考えられるように、絶対に私は京都市と市民との間に距離ができたらダメだと思うんですよ、そこをまあ今後、しっかりお願いしたいと思いますけども、えー、お考えをお聞きしておきたいと思います。 三重の部長、はい、寺田先生おっしゃること、とてもごもっともだと思います、あの我々も民泊のプロジェクトチームを始めましてあの、実態調査に行きましたりですとか、いろんな方が直接、部屋にお越しになることも以前よりすごく増えまして、実際、市民の方のお困りの気持ちを聞くケースもとても増えたところでございますので、あの市民の方に受け入れていただけるような民泊が進むように、あの町内の関係部局と連携しながら、しっかり参観局としても。 取り組んでいきたいと思います。すはい、粕谷観光政策官 寺田先生の方から、例えばその体制がなかなかない中で、よくある QA をホームページに載せたらどうかとか、いろいろ市民の方から今回、お声を寄せていただきました、そういったことに対して見える形でこういうふうに解決できたといったものをまた公表してはどうかという、大変具体的な前向きなご提案を頂戴いたしました、関係各局とも早急に相談をいたしまして、そういったことも含めて検討していきたいと思っておりますこの件に関連して他にございませんか。 なければ次に今日の七夕についての質問を行います、寺田副委員長、はいえー、まああの,今日の七夕、あ、まあ、今年もです、ねえー、スタートしまして、あの私が昨日おとおととい、堀川会場を歩かせていただいたんですけれども、感覚的にはなんか今日のより少し。 少ないのかなっていうふうな感覚だったんですけれども非常にですねあの個性的な展示があったりまた地域の方がですね、えー、例年にも増して、えー、懸命にご協力いただいている姿をまあ見させていただきましたでまた今年はあの会場が増えまして 私もあの昨年からです、ね、いろいろと関わってきてましたやはりその京都にはです、ね、もちろんあの鴨川があってそして堀川があるんだけれども神谷川もあるという形の中で、えー、北の神谷川北の天満宮さんを中心にです、ねまあ、地域の商店街も一緒になってやろうという形で実行委員会を立ち上げられた。 であのまあ、これはやはり、えー、今日の七夕をさらに広げるということと、まあ、あなるべくです、ねえー、公費負担を少なくしてという思いの中での1、まあ、つの仕掛けであったわけですけども1日にはみたらし川という形で、えーま、市長にも来ていただいてそしてまた、えー、多くの地域の方にです、ね、一緒になって、まあ、見ていただいて。 そういうことをやってきたわけです。で、あの、まず、今年から始まりました。その。北の天満宮界隈のですね。え、北の神谷川会場なんですけれども、まあ、これにはですね、私自身も。 思いがあったのは、やはり地域の商店街とかですね、地域の方がやはり一緒になってできるようなものをという形の中で、各近隣の商店街の皆さん方と一緒になってやっていくという形でございます。ただ、その中でですね、やはり商店街というのは、もちろん人が歩いていただくことも大事なんですけども、まあ、当然、売上ですよね。 まあそういった形で実際にそういったことにもつながっていくようなことが必要だと思っています。まあ、その中で以前あの堀川会場で堀川商店街との連携もお話しさせていただいたんですけれどもやはりですね今日の七夕と地元商店街の連携っていうものをさらにですねやはり参観局としては見ていただきたいなと思いますしその辺ですねいろいろとまた行政の方からもね あの良いアイデアがあったら連携していただけたらと思うんですけども、その辺についてはいかがでしょうか。横井観光マイス推進出出長。はい。えー と先生ありがとうございます。あの今年からですね、ま従前の堀川若鴨川に加えてですね、新しく5つのえー、っと会場で、えー、今日の七夕開催させていただいております。そして、あの寺田先生から今ご紹介にありました、えー、っと北野の,のえー、っと神谷川会場でございますね。あの8月の一日の日にですね、あの開催いたしまして、まあ、状況をお聞きしてますと、えー、前年にですね、あの共産会場として始まってはいるんですけども、やはりその時に比べますと、やはり土曜 土曜日日曜日を中心にあの人が増えているとまあ、あの数字そのものは集約は今されているところですけれどもまあ、感覚としては去年よりもあの好調であるということを天神さんがおっしゃっておられますそれからですねあの商店街との連携ということでございましたあの先生ご存知の通り堀川会場はですねまああのすぐ近くに商店街があるということでまあ、これまでもいろいろと連携はしてきたわけなんですけれどもやはり堀川の商店街というのがまあお地元のかの方々の生活にみ 着されている、まあ、商店街ということで、あまり普段ですね、あの観光のお客様を対象になさってないということもございまして。えー、まあ、なかなか連携が難しいっていうところもあるんですけれども、まあ、あの有志の方々でですね。いろいろと取り組みもされてきましてですね。一定、あの地元の賑わいにもつながってきたかなというふうに思っております。で、まあ、今回、あの岡崎、あるいは梅。工事などですね。新しい会場にも拡大はしているんですけど、も、まあ、そのあたりですね。まあ、商店街をはじめ、えー、地元。 人との皆様あと、あのこれからも連携を深めていきたいと、まあ、そんなふうに考えているところでございます寺田副委員長。まああのもちろんね、その今日の七夕の期間に、もの、まあ、物を買うっていうねあの、そういったことも大事なんですけども、やはりそういったことをきっかけにね、やはりその地域が活性化していくということも必要だと思いますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。それからやはりあの、まあ 私自身はちょっと鴨川は今年はあは行けなかったんですけども、あのまあ、堀川を歩かしてもらって、ですねやはりあの本当に地元の方が一生懸命頑張っておられるという中で、まあ、やはり一定ですねもう少しいろんな支援してもらえないのかという声もありますで、一方で私自身は感じるのが、まあ、これあの、年々ですね、いろいろと工夫もされてると思うんですけども、当然、経費もですね削減できる部分もあろうかと思います。そんなのうまく バランス考えながらです、ね、やっていただきたいと思うんですけれども、今年何か工夫されてる点とかありますかね横井室長。 はい、ありがとうございますあのこれまでもです、ね、あの堀川の会場で申しますと、お地元でいろいろとお取,り組みお取り組みをしていただいていたところでございますけれども、今年でやはり全体の,あの予算も縮小ということもございまして、堀川のお地元の方への補助金もです、ね、あの若干削減をさせていただいております、その部分、ですねお地元で今年お店もまだたくさんお出しになってますので、そのあたりの売り上げなども充、ね、当されながら、お地元も工夫をされているかと思います。やはり やはりあの行政がですね先生おっしゃいます通りですね行政がやはり何から何までお金も人的な資源もですね含めてやっぱり抱えるということはイベントそのものも長続きしませんのでですねこれからやはり地元の皆様方の自主性をですね再大限活用させていただきながら連携を強めてまいりたいと思っております寺田副院長 まああの地元の方に対してです、ね、十分な説明をしていただいて、また必要なところはね、やっぱりそうしてあの手術もしていかなあかんと思いますし、そのについてはあのよろしくお願いしたいと思います、そしてまあ全体的なね、いろ,いろんな経費についてはね、あのその地元の皆さん方に関わるところ以外の部分でね、やはり私自身は見直して削減できる部分も、 増えてきていると思いますし、まあ、そういったところも含めて、ですね全体的なバランスをうまく考えていただけたらなというふうに思います。まあ、いずれにしてもまああの今年まだ残る期間、たくさんございますんでね。 まあしっかりと PR していただいて、まあ、多くの市民の方なり、またあ国民の方なりですね、あの昨のは、えー、海外の方もですねたくさん、えー、通っておられて、ですねたまたま私も帰るときにです、ね、市長と会って、ですねそして、えー、海外の方に京都市長ですよという話をして、一緒に写真を撮ったりですね、あのまあ、そういったあのミニ国際交流じゃないんですけれども、そういったね、 シーンもあったたりししてました、まあ、そういった、ね、あの多くの皆さん方が、やはり京都のおある意味、風物詩として、ね、定着しつつあるこの今日の七夕を、まあ、しっかりとあの事故ないように進めていただきたいと思います以上でほかにございませんか、この件に関連してほかにありませんかなければこれで産業観光局を終わります、理事者ご苦労様でした。 委員の皆さんはしばらくお残り願います。はじめに本委員会の他都市調査でありますが、政府副委員長で協議いたしました結果、8月24日の水曜日から26日の金曜日の3日間の日程で、まず川崎市と横浜市を調査した後、2班に分かれて、第1班は韓国のセジョン特別自治市へ。 第2版は東京都と墨田区へ調査に赴くことといたします。川崎市では、地震防災戦略と防災都市づくり基本計画について、および契約,条契約条例について、横浜市ではインバウンド誘致の取り組みについてを、セジョン特別自治市では行政自治部、政府庁舎管理所に省庁移転についてを、東京都では 人事効果制度とその結果の給与や昇給への反映についてを、えー、墨田区では新しいものづくり拠点について、およびものづくりを通じたブランディングについてを、それぞれ調査することといたしますので、ご予定のほどよろしくお願いいたします。なお出発時、出発日の8月24日の水曜日は、午前9時35分に東京駅 えー、京都駅新幹線八条口改札前にご集合願いますまた次回の委員会は9月5日の月曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんご苦労様でしたあ,<ー>あ一般の方だけ